今回紹介するスレはこちら。そもそもアリスの正体ってなんだと思う？絵本の封印を除去って発言的に能力自体本当に不思議の国のアリス由来なんだろうか？某作品の推奨警告みたいに異星人由来のテラフォーミング能力って線はないか？というか技術の根っこはアレイスター関連らしいし、ローゼンクロイツもやばいけどアレイスター周りも大概そこが知れないの怖すぎ。人間じゃなくて能力そのものが形を取った感じになるんじゃないかなと思ってる。アリサみたいな感じで。能力の万能性が高すぎるんだよな。魔人が願った結果イマジンブレイカーやワールドリジェクターが生まれたわけだが、逆に魔人以外の願いの結晶とかはありかもしれん。今の時点で出力は落ちるし、こじつけを考える必要はあるけど、魔人に近いスペックを持ちつつ世界を壊さないって感じだからな。世界の破壊だけなら橋掛けのレギュラー超絶者でもできる設定よ。それやっちまったらもう直せないっていうバードウェイにぐんぐんいる状態みたいだが、ただアリスだけは普通に世界改変できてるように見えるんだが、何が違うのか。位相を差し込んでるんじゃなく既存のルール同士をつなげて改変してるっぽいんだよな。幻想を引き剥がす能力次第では魔人の汎用性に安全性と異能特攻を足したみたいなスキルツリーになりそう。そもそもアリスについて何もわからん以上、次の巻からがアリスの本番だし、まだまだ伸びるのは半ば確定やろ。オティヌス戦の最後に上条さんの心臓とそれをぶち抜いた石弓の矢が世界の外に吹っ飛んでいったけど、その心臓と石弓の矢の力が融合してできた異能生命体上条さんとオティヌスの娘説はどうだろう。アリスのモデルの父親は教師、かっこ先生、髪の毛先がオティヌスと一緒、かっこサーシャもだけど、イマジンブレイカーがアリスのすることに対して効力を発揮してないのも気になるな。創薬五巻の前半パートは常にアリスが術式を使って話を進めているのに、イマジンブレイカーによるズレみたいなものはなかったし、創薬七巻のグリフォンも破ったのはドラゴンストライクで、イマジンブレイカーは噛みちぎられてる。幻想要素はアリスルールで世界を作り変えるところまで、その後はそれが世界の法則になるのってことかもな。新薬の4巻でダインスレイブの鞘を利用して風の体験を作ったのと同じ感じやね。グリフォンのところの描写で上条さんの、こんなの聞いてない的なセリフを強調して書いてあったのが気になる。クリスチャン・ローゼンクロイツイコールヨハンに習うなら、不思議の国のアリスのモデルになったアリス・プレザンス・リデルと関係ありそう。橋掛けの超絶者は人域離脱でシークレットチーフの力を使うもので、アリスを参考に自身の存在を上書きすることでその力を得たと。そうなるとアリス自身がエイワスとは別のシークレットチーフなんじゃねえか。普通の超絶者と力の総量が違うのはこいつだけコロンゾンみたいに人間のふりしてたシークレットチーフ本体だからとか。アリスと橋掛け組は神の子と聖人、あるいは天使と右脊の関係。これありそうだな。エイワスもローゼンクロイツや黄金周りだったし。ジャバボック出てくるかなー。ジャバボックって論理を乱すものなんだっけ？なんかこの辺魔術的にヤバい存在だったとしてもおかしくない気がしてくる。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。